笠松競馬場より第9レースパドック情報です。9レースは本日のメインレース、スポーツ日本杯第36回ゴールドジュニアが行われます。なおこのレースの5番トライン騎乗の木村武史騎手は長島太郎騎手に変更となりました。ご了承ください。ただいまの笠松競馬場、天候は晴れ、馬場状態は良の発表です。パドック解説は引き続き競馬東海の郷さんです。よろしくお願いします。お願いします。第9レースはスタリオンシリーズ、オリオンザサンクス賞、北陸東海近畿中国交流、スポーツ日本杯第36回ゴールドジュニア SP3 サラ系3歳オープン、距離1600メートルは10頭で行われます。では1頭ずつ見ていきましょう。1番名古屋の鈴鹿ウインダー、432キロ、増減はありません。はい、非常にこう歩様がしっかりしてますし、まあ一カンポ一カンポに力強さがあって、まあ馬体にもこう首をうまく使ってね、柔らかみがある、まあそんなパドックの周回ですから、体調はね本当にこう手の内に入ってきたんだと思います。まあ前走、まあその打線をねこう勝ったように力をつけてきている印象を受けますからね、距離延長でも、まあ、やはり上位の一角と捉えていいと思います。2番アウヤンテプイ、481キロプラス10キロ。はい、そうですね、まあ、11月25日以来のレースということで、まあ、そういったローテにはね、不安要素はあるんですけれども、まあ、乗り込むほどにこの馬らしい雰囲気が出てきましたし、プラス10キロといってもね、太め感自体は、あまりないと思います。まあ、多少こう歩様に気になるところはありますけれども、まあ、追い切りの動きとか非常に良かったですしね、まあ、何よりも、まあ、東海公営でナンバーワンと、評されるほどの、まあ、素質馬ですから、まあ、現状6、7分程度の出来だと思うんですけれども、まあ、それでもね、こう期待をかけてみたくなる、まあ、そんな馬ですね。3番マーメイドジャンプ、419キロプラス7キロ。はい、まあ、内弁慶的なところがある馬ですからね、前走、遠征での、まあ、敗退は全く気にしなくていいと思います。まあ、追い切りは相変わらず動きますし、まあ、馬体減らさずに出走できたという点がね、何よりの好材料だと思います。まあ、花でも切れればね、ひょっとすればという気はします。4番金沢の松野リバイバル、486キロ、前走軽量不能です。そうですね、まあ、パドック落ち着きありますしね、馬体の雰囲気としてはまあ上々だと思いますね。結構スピードも、あるレースを金沢では見せていますから、まあ、トーチもね問題なくこなしてくれるんじゃないかなとは思いますね。5番兵庫のトライ、450キロプラス4キロ。はい、本当にこう毛杖がピカピカですからね、まあ、気合もこういい感じに乗ってると、気配としては上々だと思います。本当にレースに行っても手堅く差してくる馬ですから、まあ、先行有利の馬場なんですけれどもね、もつれる可能性も十分秘めた一戦ですから、まあ、穴っぽさ十分感じますね。6番兵庫のケンスターハーバー、426キロマイナス5キロ。はい、まあ、欲を言えばもっともっとこう歩様に伸びやかさがあるとなおいいかなという気はするんですけれども、まあ、初めて見る馬ですからね、前走との比較は正直できないんですけれども、まあ、歩様自体に力強さはありますしね、まあ、いい集中力を見せて周回できていますから、力を発揮できる状態と捉えていいと思います。7番名古屋のレッドフェアリー、460キロプラス2キロ。はい、まあ、馬体の張りいいですしね、気配としては上々だと思います。3連勝の勢いを十分に引き、こううまく維持できているんじゃないかなという気がしますから、まあ、問題は、相手関係ということで、重傷でしかもこれだけのメンバーが揃いましたからね、まあ、今回に関しては、まあ、ちょっとね厳しいレースになるんじゃないかなという気はしています。
8番タッチデュール、427キロ増減はありません。はい、まあ重賞を2つ勝った、馬ですからね、素質的にはまあ上位の馬なんですけれども、遠征が続きましたし、その疲れがねこう抜けきっていないんじゃないかなといった気がします。歩様に、硬さ、まあ、以前よりもこう気になりますし、今日もねちょっとカリカリした感じで、集中力に欠けるところもありますからね、まあ、今回に関しては素質に頼りといった気がします。9番名古屋のマイネルセグメント、456キロプラス2キロ。はい、まあローテーション通りの、仕上がりと、捉えていいと思います。ライデンリーダーを勝った後に、前走をひとたたきされてここに持ってきたということで、そのライデンリーダーの時と同様にね、まあ身のこなしが柔らかくて、まあ堂々としたパドックだなといった、まあそんな印象を受けますからね、まあここ一番に強い厩舎ですし、まあ、来年リーダー記念の、ね、再現があっても、不思議はないと思います。10番マルチゴールド、457キロプラス1キロ。はい、まあ、この馬も本当に体調いいと思いますね。前走時追い切り後に、浜口騎手も、ね、本当にこう今までで一番動きが良かったよというふうに、おっしゃってくれていましたけれども、その時の気配と比較してもね、今日のパドック、なかなかこれだけのメンバーに混じっても存在感としては十分、感じますからね、勝負強い馬ですし、まあ、3連単という意味では、外せない、まあ、穴っぽい一頭かなという気はします。以上、出走各馬10頭をご覧いただきました。さて、このレースでは東海本市かなり印が分かれた印象を受けますが、かなり難しいレースとなったんでしょうか。いや、まあ本当に難しい一戦だと思います。はい、素質馬がよくもこれだけ揃ってくれたなといった印象で、まあ本当にこう一頭たりとも、無視できない、まあ馬券としてはね、後輩と必死でしょうし、まあ今年のね、この3歳戦を占う意味でも、まあ注目したい、一戦ですね。はい、かなり絞りにくいレースとなったようですが、9レースのまとめをお願いします。はい、馬券は本当に難しいんですけれども、まあ笠松のトラックを、まあをね、してますから、2番のアイアンテピーを、ね、まあ、応援したい、ところなんですけれども、出来の方は、ね、まだ両下途上の部分もあると思いますから、まあ、馬券としては、ね、まあ、未知の魅力で、兵庫勢も、ね、本当にこうハードなレースして、強いですからね、5番のトライ、ケンスターハーバー、まあ、この2頭を中心に、まあ、穴っぽいところではね、マルチゴールドなんかも馬券のどっかに絡めて、まあ、買ってみようかなと思ってます。ありがとうございます。以上、第9レースパドック情報でした。第9レースの出走馬並びに騎手をご紹介申し上げます。1番鈴鹿ウィンダー、432キロ増減なし、戸辺直美54キロ。2番アウヤンテプイ、481プラス10キロ、小島徹56キロ。3番マーメイドジャンプ、419プラス7キロ、東川雅則54キロ。4番金沢松野リバイバル、486キロ、前走計量不能、畑中真嗣56キロ。5番兵庫トライ、
450プラス4キロ、長島太郎56キロ、6番兵庫ケンスターハーバー426マイナス5キロ、川原昭一56キロ、7番レッドフェアリー460プラス2キロ、柿原翔56キロ、8番タッチデュール427キロ増減なし、大原博士54キロ、9番マイネルセグメント456プラス2キロ、今井隆弘56キロ、10番マルチゴールド457プラス1キロ、浜口くす彦56キロ。以上10頭立て、距離1600メートル、サラ系3歳オープン、スタリオンシリーズオリオンザサンクス賞、北陸東海近畿中国交流、スポーツ日本杯第36回ゴールドジュニア SP3。 なお5番の木村武史騎手は長島太郎騎手に変更でございます。ご了承ください。発送時刻は15時35分でございます。